エアジハードは日本の競争馬、シュボバ。主な価値案は1999年に安田記念、マイルチャンピオンシップ、1998年、富士ステークス。馬名は冠名、エア、ジハード。バレーは同馬の現役時代に合わせて、旧表記とする。1997年12月の3歳新馬戦でデビューし、初勝利を挙げる。 三歳初戦の500万下条件戦のカトレア賞に勝利した後、スプリングステークスに出走するが、スタート前にゲート内で暴れて出遅れ4着に終わり、サツキ賞の優先出走権を獲得できなかった。また、ゲート内で暴れたことから、発送調教再審査が行われ、なかなかこの審査に受からなかったために、サツキ賞だけではなく、ニュージーランドトロフィー四歳ステークスにも出走できなく、 なってしまった。果敢にも挑戦した NHK マイルカップも発着に、敗れ、休養に入る。復帰後、900万した条件戦、準オープン競争の奥多摩ステークスを連勝した、勢いで DE 富士ステークスに出走。コバを一周し、重傷発制覇を果たす。レース後、長教師の伊藤正則は、待機シャトルの後継者になれる馬と発言した。富士ステークスの後、 脚部への負担がかかるのを避けるために休養に入った。明けて5歳、陣営は安田記念を前半シーズンの最大目標とし、それまでに2回レースに出走させることにした。休養明け初戦の谷川学ステークスでは早めに、先頭に立ったもの手前を変わることができず、ゴール前で交わされ僅差の2着に敗れた。2層目の KO 杯スプリングカップでも、 先行策から直線で抜け出しを図ったもののゴール、前で、グラスワンダーにかわされ2着に敗れた。これらの敗戦を受けて、安田記念では客室を先行から差しに転換し、グラスワンダーの後方からレースを進め、グラスワンダーを花さかわし優勝。GI 初制覇を達成した。後半シーズンは、マイルチャンピオンシップ優勝が目標に据えられた。当初は、 毎日王冠が初戦となる予定であったが隊長が思わしくなく、ステップレースを経由せず、天皇賞に出走し3着と、構想した。続く、マイルチャンピオンシップは一番人気に応え、レースレコードで優勝。前年の待機シャトルに続く、春秋マイル GI 連覇の異業を成し遂げた。その後、香港カップ参戦のため香港に遠征するが、屈賢炎を発症し、レースを回避。 そのまま引退となった。この年の活躍が評価され、1999年度の JRA 賞で最優秀短距離場、最優秀父内国産場に選出された。以下の内容は、netkeiba.com および Javis Search に基づく。種ボバになった、エアジハード2000年にヤシロ大スタリオンステーションで、種ボバ入りした。2003年にブリーダーズスタリオンステーションに、 移動、2005年からは、レックススタッドで、つなぎをされていた。ン区デビュー5年目の2007年に、初年度ン区のアグネス・ラズベリーが、函館スプリントステークスを制して、ン区の重賞初勝利を挙げた。同年の種付けシーズン後の10月31日に、再び、ブリーダーズ・スタリオン・ステーションに移動した。2010年には、 昭和モダンが安田記念を制して同レースの父子制覇を果たすとともに3区の G1 初勝利となった。2012年は北海道十勝の中川育夫牧場で種母場生活を送り、2013年から2019年6月までは十勝慶馬農業共同組合種馬所で共用されていた。2018年に引退名馬つなぎ養天寺事業の女性対象馬となり、 シュボバを引退した。2019年7月1日に小国ステーブルに移動している。ありがとうございます。